2年目となり、再び浜田が参りましたと題して始まった現場視察と座談会。1回目は芸西村で行われました。現場をいろんなところを見せていただいて、その上で意見交換をするという形で、より深みのある意見交換ができるんじゃないかというふうに期待をしてます。就任1年目に34市町村での座談会浜田が参りましたを終え、2年目からはより地域の実情を把握するため現場の視察も行います。国道55号線の近くにあるかっぱ市は、地元で栽培加工した野菜や花、食品などを販売しています。製品が同じように見えましても、あ、微妙に違うんですか。白石さんのと、というふうに吉永さんのは違うとか、そういうところは違うね、はい。店内では同じ商品でも生産者によって加工の仕方や味が違うことなどの説明を受けました。じゃあお買い物。トウモロコシを2本購入した浜田知事ですが、村の職員からは続々とおすすめ商品が。活動センターの作った、はいはい、あの半熟の、カステラです、はい、そしてこれもあのお土産で多分いいと思うんですが、はい、あのパンにつけて食べていただいたら、はい、強力なセールス と言いつつ、でもあの白玉とメインにですね、本当芸西村の美味しいものたくさんあるので、ついつい買ってしまいました。はい、視察終わりには店頭で記念撮影も。より地域に踏み込んでいく、再び浜田が参りました。来月は宿毛市と越知町を訪問する予定です。現場に出向いて、その人々のお話をちゃんとお聞きをして、それで新しい課題を見つけてですね、解決策を一緒に考えていくというような県政が展開できればなと思っております。